大網白里市は千葉県の中部に位置するし、都市雇用県における東京都市県、住宅都市としての性質が強い。千葉県内唯一の漢字4文字指名である。千葉県中央部に位置し、県庁所在地である千葉市の東隣にあり、東京都の都心から50の60キロメートル県内である。都市雇用県における東京都市県に含まれ、通勤率は 千葉市へ18.8%、東京都特別区部へ11.7%。太平洋に面し、九十九里平野及び九十九里浜の南西部に位置する。東西に細長い地域は、西部の大網地区である丘陵部、中央部のマスホ地区である広大な田園部、東部の白里地区である海岸部を有している。単独市政施行前は、千葉県の町で最も人口が多く、 2005年以降は、住民登録人口が5万人を超えていた。そして、2010年の国勢調査における人口も5万122人となったことから人口に関しては、市政施行の条件を満たし、町長はこれに向けた取り組みを行うことを表明した。2012年11月15日の総務省国時第396号により、2013年1月1日に、市政を施行した。 県西国政アミリー大網白里ショッピングセンター、主な商業施設千葉県立大網高等学校、小学校中学校高等学校大網白里市、中央公民館文化施設体育施設医療施設、大網駅中心となる駅、大網駅高速バス路線名と、主な停留所を記述する。太字は、市内設置のバス停留所名を示す。路線バス海水屋場 ありがとうございます。